し値段も高いし、実はヨッシーは3本買うて返品を繰り返し、結局買わへんだ。3本とも中古ショップで備品と歌ってたけど、電気系が故障してたんや。結論、中古で買うなら2型か RF レンズ買った方が絶対賢いで。この映像は 1080p 秒間65まで撮ってるんやけど、それでも解像度が高いのがわかるわ。プロがこぞって使ってるのも納得や。結局 EF214-105RF に買い替えたんやけど、自分にはそれが正解やった。アマチュアは24始まりなズームを2本も使わんとあかん機械ないから、どっちか1本にした方がええで。まあ個人的な感想やけどな。話は変わるけど、ここはカメラ持って映してる人多いよ。